逆に浮いたりとか、これを頑張る、圧倒的な扱いやすさ、僕なりのベストで返します。こう流行りってないのかな、軽くなってくるのかなって、ウルフェス大変だね、僕のハサミで最近は来てる、へー、これいけるかも。ディモ&スタイリストの朝倉和馬です。メモリーズ銀座のオーナースタイリストの渡来俊彦です。どうも、表参道店長の高橋光平です。アーミグループの新宿の店舗のジョイミバイアーミでスタイリストをやらせてもらっている羽田ひろむです。ナチュラルを、テーマに、物事を基本的に考えていて、お客様の、バランスだったり、顔周り、襟足から前髪にかけてのその全体的なフォルムだったりっていうのをこだわってやらせていただいてます。もう本当にどのお客様にも、ビフォーアフター撮らせてくださいって言って、誰が見てもちょっと分かりやすいっていうのをテーマにしてて、あとは骨格に合わせたカットっていうのを意識して、例えば日本人だったら丸顔さんとか面長さんとかあると思うんですけど、そのコンプレックスだったり似合うバランスっていうのを提案してショートをカットしてます。大人女性がターゲットなんですけれども、一番の僕のカットの特徴としては、圧倒的な扱いやすさと、ご自宅でも完全に再現できるようなカットっていうのを、重視して普段サロンワークをやらせていただいてます。ざっくり2つあって、寄り添うことと、あと、願いを叶えてあげることですね。願いを叶えてあげるっていうのは、こうなりたいっていうことに対してヘアデザインして形にしてあげることがまず1個で、もう1個は寄り添うっていうのは、お客様の本来の本質を見極めて、しっかりそれこに合わせた形で、世代問わずその人一人一人のなりたいヘアスタイルにしてあげることが僕のショートヘアの、ざっくり2つの特徴です。4年ぐらいです。あ、俺もそのぐらいかな。多分6年とかする。チョコです。何やぐらいの。どうなんですかね。技術は多分皆さんもそうだとは思うんですけど、お客さんにの要望だったり、こうなりたいっていうのをイメージしながら、カットするっていうのは、僕自身は、皆さんも多分そう意識してると思うんですけど、多分あんまり気にしてないかもしれないですね。なんかそのぐらいの方が、なんかこうお客様との距離感だったりとか、空気感っていう部分も含めて、なんかこう自分自身も楽しい一日で終われるかなっていう感覚かもしれないです。あんまりなんかこういう人はこう入ろうみたいなのやっちゃうと、なんか疲れるじゃないですか、やっぱり気持ちも疲れるし、お客さんも気張りっぱなしでいられるよりは、少しずつこう和んでくれたらいいかなという、自分の得意な土俵でやってる方がいいかなと思ってます。得意な土俵でもう本当に技術だけでみたいな、あんま接客はしない感じですか。いや、でも人によりますよね。お話したい人もいれば、そうでない人もやっぱいるので、本当に人によりますね。ただ話さない、あんまり喋らないかもしれないですね。かもしれないです。カウンセリングとかって、結構多分時間かけられると思うんですけど、そのお客さんが施術される、来店されてからの時間の中で自分が携われる中 で僕めっちゃ大事だと思ってて、その辺ってなんかこだわりとかあったりするんですか。逆にちょっと短いかもしれないですね。短い。いや、っていうのもなんかカウンセリングもちろんすごく大切なんですけど、なんか難しくないですか。なんかその初めましてで、もちろん顧客様だったらまた別だと思うんですけど、初めての初対面の空気感でいきなり、なんか僕はこうケミカルの話とか技術の話をするのがあんまり個人的に好きじゃないっていうのもあって、ちょっとずつ、なんかその1回っていうよりかは10回かけて、なんか理想的になれたらいいなっていう感覚かもしれないです。めっちゃ勉強になるな。でも長いですもん、めっちゃ長めに撮るかもしれないですね。逆に長いんですか、その顧客も、ご新規の方もやっぱりこう同じショートヘア会の中ではやっぱりなんか予約が詰まってるイメージなんですよ、僕が。他のすごい人気なもう集中して行ってるから、やっぱそこに対しての時間を多分他の美容室に行って自分のところを選んできてくれたって中では、何かどっかで差別化したいなって思いがあって、
やっぱそこは自分の予約管理のコントロールをしっかりするのと、カットスピードを早めること、アシスタントの連携をちゃんとやれば、多分そこの時間は確保できるかなって思ってて、やっぱそこの時には必ずこうするっていうものがあったりとかもあるし、でも逆に技術のこととかケミカル的なことは何一つあんまり言わないかもしれないです。イメージの共有に努めるのと、あとこの人本音でこれを言ってんのかなっていうのを、結構それを意識してるかも。お任せっていう言葉とかってめっちゃ怖くないですか？なんかそのお任せしますいい感じでとか、じゃあそれでっていう言葉が出てきたら、絶対何か多分変えたい何かがあるから、それを技術の話が必要なタイプの人にはするし、しなくて形にしてあげた方がいい人は、やっぱ密に長さの部分だったり形の部分の話はやっぱ最初のうちにしとけば自分が後から楽かな。はい、どのぐらい、ちなみに時間かけるんですか？10分から15分は基本的にかけてあげるかな。わざとらしくかける時もあったりとかもして、まあ、それはアシスタントのタイミングを合わせることもしっかり、そうやって時間を費やしてあげてるんだよっていう、なんだろう、目線で言ったらやっぱりこうちょっとなんだろう、有名人に会いに来たみたいな感覚でいる人も絶対中にはいると思うし、なんかまあいろんなお店で探してて自分を選んでくれたっていう目線もあると思うし、なんかそんな人がなんだろう、自分のためにこれだけの時間を割いてくれたっていうプラスな要因も少なからずあるのかなっていうのも思って、それが合ってるか合ってないか分かんないんですけど、技術は上手くて当たり前で、そこからその気持ちにどれだけ寄り添ってあげるかっていうので、まあそこは大事に、あとフィニッシュの部分は10分15分、長い人で 2,30 分ぐらいかけちゃう時もあるけど、 2,30 分かけてるとセット目開けろよみたいな目線で見られても来るから、そこは空気を見ながらにはなるけど、なんか割とこう不安そうなことが多ければ、まあ結構よくやっちゃうのが、最初長めに切って後でいくらでも切れるから、一回ちょっとあの様子見てもらってって言って、また次来るこうきっかけになってもらえればいいなっていうのは、まあ、よくやりますね。やっぱショートで一番多いのは、やっぱその思ったより短いとかっていうのが一番こうなんだろうな、まあ、失敗されたって思われちゃう要因かなっていうのはすごいあるんで、まあ、そこを必ずなんだろうな、確認しながら、まあ、さっき羽根さんで言った前と後ろの長さの部分だったり、うん、なんかそういう共有だけは最低限して、あとはまあその人がどういう気持ちなのかなっていうところで、新しい感じを提案したいので、まず来たらちょっと頭触っていいですかって、骨格触ったりとか、ただスタイリストの大体みんな後ろからカウンセリングすると思うんですけど、僕大体すいません前からずっと見たりとか、カットする時もいちいち前行って、でここの位置で切っていきますねとか、結構お客様の前によるんですけど、なんかしっかりお客様から見て、あ、なんかちゃんと顔に合わせてカットしてもらえてるんだなっていうのが分かるような感じで、でスタイルとしてはやっぱりその人に合わせてなんで、どちらかといったらこれっていうのは決めずに、なんかいろんなスタイル着るようにしてて、なんでそれが結構インスタ見てくれた人も、なんか渡来さんのはこのスタイルっていうよりはいろんなスタイルがあったから、ちょっとこう幅広いかなと思って来てくれたっていう声もいただいてるので、そういう感じでやってます。結構切っちゃうけどね、結構切っちゃう、最初で結構切りません？そうですね、うん、僕もわりかし切るか分かんない。あ、そうなんですか。でなんか逆に矯正をとかほどめっちゃ切っちゃうかもしれない、逆に、うん、逆に浮いたりとか、そう、それを頑張る逆に形にしてあげるとか、まあリスクもあるけど、やっぱやってもらうこともあるかもしれないけど、ちゃんと了承してくれたら絶対喜んでくれるっていうふうには思うかな、うん、でもなんかできる限りこうセーフティーな感じで行きたい気持ちもありながら、やっぱなんかちょっと攻めの姿勢も自分の中で構えて持ってるかなって、あとはお客さんのリアクションを見てるかもしれない、結構ああみたいな感じだったらもう長めで行こうって思ったりするけど、なんかこれって乾かしたらちょっとなんか長さ変わりますよねって絶対言われたことあると思うんだけど、その言葉が来たら絶対多分ジャストでした方が絶対喜んでくれると思う、その言葉の来た時にはもう切り替えて攻めて自分のヘアスタイル提案するかもしれない。割とどちらかというと僕もあんまり切りたいって言われたら結構切っちゃう側の人間なので、カットして喜んでもらってっていうぐらいなテンションでやってますね、はい、ハードル、まあ、ちゃんとリスクを話した上で切りたいんであれば、多分切りたいから来てくれてるっていう感覚が僕的には強いので、切りたいんであれば
僕なりのベストで返しますっていう感じですね、うん、その代わりこうなってしまうっていう事実もあくまで伝えた上でにはなるんですけど、かっこいいかっこいいかっこいい本当にでもなんかちゃんと多分名前が名称がつき始めたと思うんだよね、インスタっていうものを使って、なんとかショートっていうのが生まれてきてから、なんかいろいろ流行の移り変わりは激しかったのかなって個人的なもんで、なんかハンサムショートからなんかマッシュショートで、最近だと丸みくびれとかいろいろ出てきてるじゃん。そのワードに対してのなんか形の移り変わりみたいなのはお客さんは認知してるっていうのはありそうだよね、なんかねって思った4年前ぐらいから、あんまりない気がするんですよねなんかインスタとかで上に上がってくるのはなんか 重めというか、重めだけど軽めみたいな感じのバランスなんですけど、それもでももう6年前ぐらいから朝倉さんずっと切ってたなとかって思うと、なんかそんなにこう流行りってないのかなっていうのは正直ありますね。朝倉さんとかも筆頭に多分レザーカットっていうのが流行り始めて、スタイルの幅がすごい増えてきたっていう感じがすごいしてて、まあ、個人的には今後のトレンドはなんかちょっとどんどん軽くなってくるのかなって、ウルフスタイルとか、あとはやっぱ年配の人とかも結構そういうインスタとかいろいろ見るようになってきて、そういうところに入ってきてボリュームがなくなってきたっていうので、最近僕もちょっとつなげないレイヤーとかショートでも取り入れてたりするんですけど、ショートで検索たまにしたりするときに、その軽い質感っていうよりかは、さっきレザーって言ってたと思うんですけど、レザーの質感が流行ってたのが今はどっちかっていうとブランドななんか質感になんか今は流行りがいってるなっていう感じがするんで、なんとなく僕もハサミで最近は切ってます。はい、なんかちょっとウィッグ練習してるんですけど、こうハサミで切ってみて、あ、意外とこういうのありかもと思って、ハサミで切る質感をちょこっとなんですけど、あくまで基本的に僕のベースはレザーで切るスタイルなんで、そこにプラスアルファちょっとだけっていう感じなんですけど、やってるのを楽しみながらやってますかね、最近は。僕なんかヘアキャンプ朝倉さんの拝見させていただいて、あの根元からのレザー、はい、あれがすごい衝撃的で、はい、量の取り方と厚みの調整だったり、はい、でもあれやってないです。あ、そうなんですね。なんかやりすぎたなっていや結構思っ、いや今はその流行りっていうか、そのなんていうんですかね、自分がいいなと思えるスタイルにそこが当てはまんないな、もちろん求めてる人にはやれるんですけど、はい、当てはまんないなと思ってやめました。はい、やめてはないですけど、やらなくなりましたね、全員は。あ、そうなんですね。はい、その1日の中でもお客さんによってハサミからスタートしたりレザーからスタートしたりとかで、ドライで切ったりウェットで切ったりとかいろいろやると思うんですけど、皆さん切り方変えたりしますか？変えてます。あ、変えてます。はい、僕も結構レザーで切ったり、それこそハサミで切ったりとか、まあ、スライドで下削ったりとか、結構幅広いですね。それこそ最初羽田さんと一緒にそういうちょっとこう本物の羽田さんのスタイルがすごい好き で教えてもらったんですけど、この前あのオンラインサロンやってるんですけど、それでセミナーしてもらって切り方がすごい変わってて、変わったよね。変わったよね。前と全然違うと思う。切る場所をどっからスタートするかっていうのを結構変えてるかも。サイドなのか、バックは基本かもしれないけど、耳後ろから切ったりとか、あとそれをここでこのどこまでつなげたらどうなんだろうなとかっていうのは結構なんか、なんだろう、その時のサロンワークにも考えるし、なんか通勤途中でも考えない。あー、ありますね。寝る前とか。あります。あるよね。これいけるかもしれないからメモったりするよね。っていうのはなんか面白いよね。なんかそれをお客さんで、まあ試すじゃないけど、このお客さんにこっちの方がいいんだろうなとかっていうのもさ、なんだろう、勉強にもなるよね、なんかそういうのは。なんですけど、なんか見ちゃうと、見すぎちゃうとですね、なんか洗脳されちゃうじゃないですか。それがすごく僕的には嫌というか、なんか苦手というか、なんか縛られちゃう自分がいる感じがするのが嫌なんで、絶対さっき寝る前想像しちゃうよね、メモっちゃうよねってなったじゃないですか。僕絶対嫌なんですよ。だから基本的にはもう、はい、その家帰ってもうオフ、まあ、お酒飲んだ瞬間からもう僕はもう何も考えない、自分だけのその空間というか時間にしないと僕は疲れちゃうんですよね、脳みそが。なんであんまりインプットっていうの難しいですけど、なんか1年目の子にどうって聞きます。
1年生の、うん、あの一番素人にこう近い目線なんで、素直に色どうとかフォルムどうって聞いて、それを素直に受け取って、あ、こうすればいいやとか、載せる写真で迷った時とかに聞いて、それをいいって言った方をその投稿で使うみたいなのはよくやってますね。